さあ始まりました今年度初の元気愛媛農業ですけども、今日は母の日ということで、はい、何かプレゼントしました？私母に甘納豆をプレゼントしました。渋いね、甘納豆好きなんですよ。まだの方にご提案がございます、はい、最高級の車とか最高級の宝石っていうのは敷居が高いですけども、高い農産物っていかがでしょうか。体にもいいし美味しいし、お母さんの手作りの料理が食べれるかもしれないし、いいことづくめですよね、うん、中でも愛媛県産はいかがでしょうか。なぜなら愛媛産には愛があるから。農業は愛媛の力、元気愛媛農業、愛媛の農業の未来を応援します。この番組は JA バンク愛媛の提供でお送りします。さあ大好きな町土井町にやってまいりました。 JA ファーム馬の戸田専務です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今年も JA ファーム馬には新入社員の方々が入られたんですよね。あ、そうなんです。今年1月に1名、4月に1名入りました、どんな方なんですか。はい、1名は梶純也さん26歳、うん、もう1名は山上直樹さん50歳です。26歳と50歳、そうなんです。面白い話が聞けそうな2人ですね、今後楽しみな2人であります、はい、じゃあご紹介ください。はい、わかりました。あ、いい天気やね今日は。気持ちいいですね。おっかりお二人いましたよ。こんにちは。こんにちは。さっきお伺いしました50歳と26歳の方、はい、お名前お伺いしていいですか。山上直樹50歳です。よろしくお願いします。26歳の梶純也です。よろしくお願いします。お願いします。フレッシュなお二人ですけども、いいですね。今のお二人が仁王立ちしている、はい、その場所は何をするところですか。この場所はもう春野菜秋野菜の育苗をしている施設になります。育苗って聞き慣れませんけども、苗を育てる育苗ですね。そうです。はい、お願いします。おお、広いのね。意外と広いですね。これ育苗って言いながらこう販売してるんだ。値段も書いてる。うんと、アスパラガス150円、そうそう、キュウリ200円。へえ、いろんな種類の苗があるんだ。オクラいいね。アーリーファイブ90円。へえ、スイカこれからだ。どこだ。スイカ、あ、これか。紅枕200円。こっちもスイカですよ。スイカ、あ、大玉200円。普段もいつここにいらっしゃるんですか。いつもは現場の方に出てまして、里芋の植え付けと、うん、あと、まあ入ったばっかしなんですけど、里芋のこの時期は収穫を、はい、山上さんは50歳で転職、はい、この春から。そうです。やりましたね、はい、やりましたね。周りからの反対を押し切って周りからの反対って言いますけど、はい、多分想像するに奥様からの圧が一番強かったんじゃないですか。いや、そんなことはなかった。奥さんはウェルカムというか、もともと奥さんの兼ね合いで妻の実家が畑をやってましたんで、それの手伝いからのきっかけで、うん、こちらの方でお世話になりましたんで、はい、じゃあ前の職場の方々がお前大丈夫かと。もうもちろんありましたね。ちなみにどんなお仕事を、はい、水産関係で鮮魚の買い付けとか販売を、はい、やっておりました。地元で。地元で、はい。はらまだ、タイとか。タイとか、この時期はタイとか、はい。そういうのから急に農産物に、はい、本当の畑違いで。畑違いって本当よく言ったもんですね。梶、はい、さんは、はい、僕はそう、もう大学卒業後に普通に建設会社に卒業しまして、うん、入社しまして、まあ、それで、まあ、2年ちょっと勤めた後にちょっと退職しまして、うん、その後ちょっとフラフラしていたんですけど、うん、ちょっとそれを見かねた親戚がちょっと JA ファーム馬を紹介していただいて、それで成り行きで、はい、お世話になっています。まあ、フラフラする時期も大事やけど、はい、もう俺、うん、成り行きでこうなって、はい、でまだ1ヶ月ぐらいですけどいかがですか。いや、まだ覚えることがたくさんありすぎて。例えばどんなことを覚えなきゃいけないんですか。技術的な知識が一切ないので、うん、その辺をまず教えていただいて、まあ、実践するのも失敗しながらという感じで、はい。梶さんいかがですか。やっぱり、まあ、
初めてのことが多いので、やっぱり吸収できるだけその優秀な先輩方からいろんなことを吸収して、まあ、僕もまあ早く戦力になれるようになりたいなと思っています。なんかいいですね。フレッシュでなんかパワーをもらえますね。新しいことを始めるときってエネルギーもいるけど、それ以上にワクワクドキドキとか夢しかねえっていう気分になりますもんね、うんうん、すみません、半分不安です。せっかく来たので猫の手ほどしか多分戦力にならないと思うんですけど、はい、2人で何か手伝えることがあればと思うんですけど、何かあります？お願いします。で今日はちょっとハウスの作業はもう、はい、終わってるんで、うん、ちょっと場所を変えて、はい、お米の苗の、水まきとかその辺を、そしたらお手伝い、はい、水まき得意です。はい、やりますやります。行きましょう。はい、すごいなあここ。たくさんハウスがありますね。はい、広いし、どんだけお金かかってんだろうっていう感じに見えますよこれ。ここはどういう場所なんですか？まあ、ここは、まあ、早期前の育苗施設になります。でここでは四国中央市全域に、まあ、供給ほぼ 100% の稲を供給しています。 100%、ここで後ろ光の後ろ給食コシヒカリとか、子供たちはじゃあここのお米を食べて育つんですか？そういうことだね。羨ましい。これ広いはずだね。ね。これがいくつあると思う？いっぱいこの敷地内、ね。このグリーンがまた綺麗ですね。うわあ、これが綺麗ですね。この瞬間がこの順番にふるふるっと風でなびく感じがすごく綺麗ですね。水やりのお手伝いをちょっとお願いしたいと思います。はい。はい、お願いします。はい、お手伝い企画第。何段なのかな、光お願いします。はい、どっち向けたらいいですか？こう出るんですよ。上向きに。上向きに。はい、で、はい、奥の方にかけるように。危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。危ないですか？はい、行きます。うわー、いいし。なるほど。危ないぞ。危ないですね。こうでいいですか？近寄んなよ、この女の人に。はい、できるだけ奥の方に。奥の方に。あ、うわ、同じところばっかりじゃダメですよね。はい、どうぞ先に進んでください。先に。あ、でもいい感じですよ。一番奥まで届いてるかな。あ、届いてます、届いてます。はい、でもこれやっぱりこういう風に移動すると長いですね。まだ5分の1もかかってない。びしょびしょです。あ、なるほど。あ、これ濡れるわ。これ濡れる、濡れる。なんかびしょびしょなんですよ。ほっ、ちょっとはるさん。はい、これ大好き。楽しそうですよ。楽しそう。いや、水浴びみたいになってます。これ今オンエアしている日は5月の14日母の日なんですけども、はい、お二人はまだ入社して2週間と4ヶ月なんですよ。今のところまでで分かる範囲で農業の大変そうだなってとこ教えてください。やっぱり一からこう育てて、まあ、その野菜の、まあ、先輩方がこう日に日にこう一日一日育っていく野菜の消毒だったり、あと、まあ、管理ですね。そんなを見よって全然その辺経験もないんで、すごい大変な知識がいったり、うん、難しいんじゃないかなとはすごく思いました。まあ、ちょっと入る前から少し想像はしていたんですけど、やはり力仕事がちょっと多くて、まあ、かなり仕事が終わった後は、まあ、すぐ疲れて、もうご飯食べてすぐ風呂入って寝るぐらいで、まあ、すごい、まあ、かなり健康的な生活はできているなとは思ってます。うん、はい、じゃ最後にお伺いします。将来の夢や野望を教えてください。山上さん。先輩がですね、野菜の声が聞けるようになったら一人前やということで、まあ、日々やっていく中でその、まあ、成長して育てていく過程でね、そういう野菜の状態を見ながら何を欲しがってるかとか、今何をしたらいいかとか、そういうのが
早くできるようになれたらええなってとはちょっとまあ目標では思ってますね。本当に聞こえたら怖いですけどね通ずるってことなんですよね。そうです。どうかしちゃったのかな。そうですね。カジさん、将来的には J ファーム馬さんで働きながら自分も兼業農家として収納してちょっと年収アップしたらいいかなと思ってます。本当そうですね。はい、夢しかないお二人、うん、ね、今日はなんかこう我々もなんかこうまたこう新たな気持ちに初心に帰って頑張ろうという気持ちになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ピカリンの一押し、今回は JA 愛媛南伊予吉田町支所女性部の皆さんが運営する朝市をご紹介します。4月14日金曜、この日は毎月1回の朝市開催日ということで、組合マーケット吉田本店の朝市会場では朝早くから準備が始まっていました。そして食材の加工スペースでは女性部の皆さんが手作りのお菓子やうなり寿司などの準備で大忙しです。朝8時の朝市オープンに向けて前日の夜から泊まり込みで作業を続けている人もいたとのこと。出来たての商品が店頭に運ばれていきます。手作りのイーストまんじゅうです、うん、であんこもそら豆のあんこを手作りしてます。今作りたてであったかいですまだ、はい、お菓子、パン、採れたての旬の野菜など人気の商品が並ぶ朝市。この日は8時のオープンを待ちかねたお客さんが続々と訪れ、お目当ての商品を買っていきます。野菜が安いから、いなりとかね、ばら寿司とかね、買うですが、今日はばら寿司はまだ来てないようで、うん、仕事行きよるんで、こうして偶然休みが合うと、すぐそばだから飛んできます。もう魅力はもうやっぱ新鮮だし、みんながあったかいから、それで来ます。もう本当に部員さんの手作りのもうお野菜とか加工品でありますので、もう安心して買い物ができるっていう、一番身近なところでも顔が見える商品なんでありがたいです。大人気のあぐり夢市ですが、2018年の西日本豪雨で被災して開催場所を失ったり、コロナ禍のために中断を余儀なくされたりと、女性部の皆さんはここ数年大変な苦労を続けてきたのです。あの時にはもうショックでした。ここが全部水に浸かってしまって、しばらく復興のためにここはもうこのいろいろな復興のための機材置き場になってしまいました、ね、その間も師匠のそこの前で続けてました。1年ぐらいはやめたかもしれないけど、はい、店舗が、3月かな、うん、できたのと同時にこういうふうな場所を作ってもらいました、はい、女性部活動の活性化を目的に20年余りにわたって続けられてきたあぐり夢市。女性部の皆さんの目指すあぐり夢市の姿はどんなものなのでしょうか。初めのその自分たちの志というのが、もうコンテナいっぱいの野菜やその手作り品で始めようということですので、やはりその辺をやっぱり忘れずに原点に帰って、ますます地域の人に愛される朝市になってほしいなと思います。はい、まあ、これ以上品揃えがなくならないように、もうできれば増えていくようにしていきたいですし、お客様にも喜んでいただいてますので、なるべく長く続けていきたいと思います。続く限り自分たちで後継者にもそれをバトンタッチできるように頑張ります。あぐり夢市、よろしくお願いします。
天気がいいと気分がいいですね。大好きな大三島にやってまいりました。はい、JA おちいまばり新規収納サポート事業所の高本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回新たに研修生が入られたそうですね。はい、今回2名の方が研修をされております。どんな方？実は2人が36歳で同い年の方なんですけど、お一人は大三島の出身で、もう一方は奈良県の出身の方が来られております。面白い話また聞けそうですね。そうですね、ご紹介いただいてよろしいですか？はい、ではお二人が作業している園地の方に行ってみましょう。はい、お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。先ほど36歳の新人さんだってお伺いしたんですけど、はい、このお二人でよろしいですね？はい、はい、そうです。どことなく、奈良の大仏さんっぽいので奈良の方がこちらかな。はい、あ、その方だった、はい、で地元大三島の方ということでよろしいですね？はい、こちら研修センターに入られてどのぐらいになりますか？僕はちょうど約1年ぐらいになります。ちょうど1年で、はい、どのぐらいになりますか？僕は今年の4月の3日から入らせていただいて。本当にバリバリ新人さんですね。大三島には初めて来られたんですか？そうですね、もう住むのがちょっと初めてなんですけど、その僕の妻 の, あのお父さんがちょっとこっちの方なんで。そういうご縁もあったんだ。はい、あ、今36歳 で, あ、はい、で今どうしてこちらのセンターに入られようと思ったんですか？あ、まあ、ちょっと高校卒業してから大阪の方で、はいはい、なんか進学とあと就職としてたんですけど、うん、田舎に帰ったらすごいもう畑あったところもさびれてしまってたりとかしたので、やっぱ何か寂しいなと思って、何かしたいなというので探したらこの研修制度があるということなので、それ参加して、まあ、何かできたらなというので参加しました。あの妻のお父さんがその農家やってはるんですけど、はい、やっぱりもう後継ぎおらんっていうのはもう前々から聞いてまして、うん、もうそれでちょっと思い切ってやってみようかなと思って。前はどんなお仕事されてたんですか？もう本当に普通の工場で働いてるだけで、うん、もう1年ぐらい経ってみますよね。はい、いかがですか？やっててやっぱまあ大変なことはやっぱ多いんですけど、うん、でもやっぱその分面白みがありますね。やっぱり実った時のあの感じはやっぱりちょっと胸が躍るような感じがすごくしますね。たくさんポットみたいなのが並んでますけど、これはね、はい、木ですか？はい、レモンだよ。どうしたんですか？残念ながらレモンこっちです。あ、レモン隣で、こっちがレモン。これはあの晴れ姫という品種です。晴れ姫、はい、これはどういう状態なんですか？今苗木をこのポットに移してっていうのが終わったんですよ。で今これ剪定をするっていう形になっているので、うん、ここでどんどんずっとも剪定をして、このオレンジに見えてるのが、農薬、薬ですね。化膿しないように、腐ったりしないようにっていう薬をつけてっていう、そういう作業。すごい、これ私たち何かできますかね？ちょっとじゃあ我々もお手伝いさせてください。あ、はい、わ、はい、かりました。それでは、今からポットに苗を植え替える作業をしていきます。はい、これがポットですね。はい、そうです、ポットです。紙なんだこれ。水とか空気も通せるものになってます。軽い、はい、この土を入れていくんです。これからヤシガラとあとクンタン2種類を混ぜて作ってる土になります。へ、はい、その土の中にこの吸水ポリマーを混ぜて。吸水ポリマー、はい、はあ、土にこれ混ぜるんだ。はい、そうです。これ今サラサラなんですけど、水を含んだらゼリーのようにプルンプルンになって水を保持してくれると。まずすくって入れると。はい、はい、じゃあまずいいですか？はい、はい、なみなみいっぱい入れてもらったら。なみなみいっぱい、はい、はい、なみいっぱい、はい、でこれをこちらの方に、はい、中に移してもらって、ザボザボザボって入れて、はい、それで先にこっちですか？そうですね、苗を一度、はい、これをビゴ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 ーン、ビゴ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 ーン、まんべんなく振りかけて、そしてこれをまたかき混ぜます。ぐる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 、でこの上から同じように、はい、ガッと入れて。できた。できました。いい感じかな？はい、はい、大丈夫です。おお、はい、なのでこちらに続けて
並べて行ってください。はい、ね、こんだけすごいなこれ。この後この木たちはどうなるんですか？あ、この後は剪定の作業があって、それで木の形をこう整えていくっていう作業ですね。はい、はい、それでは今から剪定の方を始めさせてもらうんですけど、はいはい、ちょっと待ってください、ね、はい、この格好は、はい、これあの今持ってるのがあの電動のハサミ、充電式のハサミになってます。俺本当なんか知らないことばっかりですね僕らね、はい、これあの後ろね、そう後ろねマックスって書いてるの、これエアマックスならぬチョキマックス。この中にあのバッテリーが入ってるので、はい、握って離してで勝手にやってくれる。そう、はい、初めて見ますもん、生まれてこれ、はい、こんなもの。え、いつも高辻さんは通常のやつでやってるんですか？そうですね、僕もこれいつもこれで。これやっぱりね、新入りと先輩の違い、はい、ゆくゆくはこっちになるんですか？はい、このぐらいやっぱりこのぐらい垣根ないとやっぱりもうだって1年とまだ2週間です。2週間、はい、じゃあ普通のを見せていただきましょうか、はい、この葉っぱが2つぐらい出ているところから数えてちょっと大体4つぐらいですかね、このところをこうやって。いや、ちょっとやらしてほしいな。どのぐらいですか？もうこれまでです、はい、じゃあ隣のやつ、ね、はい、節から4つ目、1、2、3、4、なのでまあここかこの辺から、この辺じゃあちょっと怖いので上の方に。そうですね、言いますね、はい、あ、結構圧あるよこれ今、あの結構なんか握力強いでしょ簡単に見えましたけど、これ結構きついよこれ。おお、取れた。結構きついこの上から、はい、じゃあこの辺りを。そうですね。おお、なるほど、はい、両手じゃないと無理かも。あ、ね、結構きついでしょ。結構圧がいりますね、うん、それがこのマシンを使うとそうや、ちょいいっす、はい、いいっすか、どうぞどうぞ。これ押せばいいだけですか？そうです、一度押してみてください。おお、はい、ただ危ないので、はい、必ず手を離して、遠くに離してから狙いを定めて掴んで。おお、一瞬、そうです、これ迷ってる暇ないですね。そうです、もうやる場所さえ決めて当てがあった後はもうバンと切れるので。おお、さっきの力全然違うと思う。この辺ぐらいで、はい、で握ってみてください。あっ、あったよ。いや、今ね、はい、この二人からするとたったこんなもんで驚きやがって。分かってるかもしれないけど。最後切りました。次の作業は。はい、次の作業は切ったところから病気になったりしないように薬を塗っていきます。うん、はい。で、一応こちらの殺菌剤になってるので、そちらを今から塗布していきます。いきます。うわ、こんぐらいですか？そうですね、傷口が覆っていればもうそれで大丈夫なので。おお、はい、そんな感じですね。かわいい色ですね。あ、これなら私得意かもしれないですさっきのあのチョキマックスが、はい、テンションマックスだったんでリアクション薄ですね、正直言うと。春さん、ほっといてシャキで喋ってました。正直言うとリアクション薄ですね、これ。こういう地道な作業があるから、僕らの美味しい、ね、食卓に美味しい柑橘が昇るんだって今日本当改めて思いましたよね。はい、もう感謝の気持ちが湧き上がってくれますね。本当そう。最後に夢や野望を教えてほしいんですけど、渡辺さんから。そうですね、まあ、最初は僕が言ったらやっぱどうしても島が農家がしゃびれてきたりしているところがあるというので、それをまた盛り返せる何かしら活動ができればいいなと。そのためにまず自分が一人前にならなきゃいけない。一人前になってしっかりと稼いでいけてるっていうのが一つ目標ですね。畑にフェラーリ、はい、畑にフェラーリという横付けで頑張ってください。はい、一方高辻さんはどうですか？あ、そうですね、もう僕はやっぱりどうしてもまだ来たばっかりなんで、本当皆さんにちょっと覚えていってもらわなあかんということと、僕も覚えやなあかんこともありますんで、
それでそうですね、もうゆくゆくはちょっとお父さんの畑をなんとか継いでみたいなと思って。高辻さんのこの福耳ご覧ください。奈良の大仏のようなこの美しい福耳、耳たぶ、必ず農業で成功なさると思います。頑張ってください。応援してます。、はい、ありがとうございます。塩のいい香り、癒されます ね。あっという間のエンディングですけども、いかがでしたでしょうか。今日は年代様々でしたけれども、皆さんあのフレッシュな気持ちで挑まれている方が多くて、新しい気持ちって大事だなと感じました ね。 そうですね。ちょうど今5月の折り返し地点ですけども、先月の末に人生初のお給料でご両親にプレゼントを送ったなんて方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、覚えてます、何を送ったか。私は犬の絵を送りました。いいね、人生初のお給料でまだご両親にプレゼントしてない方におすすめがあります、はい、愛媛県産の農産物はいかがですか。愛媛さんには愛がある。元気愛媛農業、また次回。この番組は JA バンク愛媛の提供でお送りしました。